様、ハイタイ。はい、本日はおやつかき氷を食べに来ました。はい、本日は沖縄本島北部名護市にあるミルクファームカフェに来ています。かわいい、もう名前がかわいいですよ ね。こちらでは手作りシロップを使ったふわふわのかき氷を食べることができます。楽しみ。もう地元価格でね、お値段もお手頃なので早速行ってみましょう。レッツゴー。レッツゴー。テイクアウトのみなんだね今。そうなんですよ。もうメニューが、このシロップすべて手作りだそうです。もう美味しそう。かき氷系のそのトロフワマンゴーだったり、パッションマンゴークリームもあるんですけど、炭火もいいですね。美味しそう。沖縄ってぜんざい有名じゃないですか。そのぜんざいにもいろんな種類がある。ティラミス風ぜんざいだったり、黒蜜ミルクぜんざい、黒蜜きなこぜんざい、いちご大福風ぜんざい。美味しそう。どれ迷うね。迷います。私の大定番のこっちか、うんうんうん、でも挑戦してベニーモか。うわ、そっちも美味しそう。ね、ベニーモにしようかな。はい、ね、ベニーモミルクぜんざい。トライします。おー、いいですね。美味しそうというか。美味しそう、美味しそう。はい、こちらですね、トロフワマンゴーにします。ダムさん、トロフワマンゴーじゃない、トロフワマンゴー、マンゴー、トロフワマンゴー。はい、ベニーモミルクぜんざい。ベニーモミルクぜんざい、ありがとうございます。豚はなしで大丈夫です。はい、承知しました。商品も出来上がりして送るのまでお待ちします。ナンバーお伺いしてもよろしいですか。はい、商品出来上がりしてお持ちいたします。ありがとうございます。はい、現在はコロナの影響でテイクアウトのみということで、車まで持ってきてくれる、持ってきてくださるんですよ。ドライブインですね。ありがたい。ドライブインですね。本当にやったー。まとまと待ちましょう。はーい、ベニーモミルクぜんざいでーす。はい、じゃあトロフワマンゴーでーす。ありがとうございます。ご覧ください、すごい。カナーの香り、いただきます。いただきます。届きました。届きました。乾杯。カナさんのがトロフワマンゴー、私がベニーモミルクぜんざい。いただきます。いただきます。すごいよ、見て。本当に大きい。こんなボリュームですよ。見えますかね。本当にいただきます。止まらない、取り憑かれてるマンゴーに。マンゴーに取り憑かれた女。すっごい濃厚です。本当にマンゴーがとろとろ、多分見てわかると思うんですけど、果肉を凝縮した感じ。マンゴーが本当にトロトロ美味しいです。キラキラしてる。うん、でも食べてほしい。早く吸い付くように食べてたもんね。これじゃあベニーもね。ベニーも。すごい。あ、これぜんざいと合う。もう分かる。ぜんざいまで到達してないんですけど、もうぜんざいと合うのが分かる。美味しい。絶対美味しい。あ、これベニーモ好きはたまらないですね。もう素材の味がそのまま生きてます。ベニーモの食感っていうの、ペースト状になってるので、すごい舌触りも楽しめます。美味しい。この可愛いアイスも見て。これ夏もいいけど、沖縄まだ秋ですけど、全然暑いですからね。全然暑い。涼しくはなってきてるけど、このボリュームでヒカルさんが453円持ち帰り、トロフワマンゴーは561円です。安くないですか。普通1000円台しますよ、この大きさだったら。確かに。絶対ここで食べたい。うん。地元のね、方たちがね、はい、女子会とかカップルとか、食べに来る理由が分かりますね。分かる。このトロトロ、分かるかな、トロトロさん。この氷の紫、わかるかな。最高ですよ。ごちそうさまでした。幸せでした。もう美味しかったですね。トロトロのマンゴーが美味
味しかったです。手作りソースっていうのがね、うん、本当にオリジナルの味ですしね、うんうんうん、ボリュームが本当に重量感があるので、もうお腹いっぱいになりますね、はい、状況が落ち着いて沖縄にお越しの際は皆さんもぜひミルクファームカフェにお立ち寄りください。はい、この動画がいいと思った方はいいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様またやったー。今はテイクアウトだけなんですけれども、空いたら中でも食べれますのでね。一年中楽しまと、はいはい、回る宇宙の土星はゆい、やれ本に沖縄。